はいえー、今回は行列式の、えー、基本的な5つの性質について、えー、お話し,しようと思います。えっ、ー、と多くの人があ分かりやすい説明をたくさんしていると思うんですけども、えー、きちんとした証明と一緒に負に落ちる形で歩を変えたりし えー、説明してくれているものがなかなかな,な,ないような、えー、な,なかなか見つけられなかったので、えー、僕なりに、えー、少し、えー、とまとめておこうと思います。えー、とまず、えー、今回やることは痴漢転地したときにどういう性質になるかということ、まあ、行と列行で言えることは列でも言えるっていうことを、まあ、見ていくのが一番です。 で2つはあ行を入れ替えるとか列を入れ替えるそういう交換に対して、えー、と交代性という性質があるということあとはあ足し算とか掛け算ちょっと特別な意味での足し算掛け算なんですけどこれをした時にどう計算するか、えー、それから最後に、えー、非対角ブロックがあ0、まあ、特別な場合で、えー、とブロック対角化されているようなケース、まあ、そういう0がたくさんあ 固まってやると計算が非常に楽になりますよっていう非常に大事な性質ですね。えっ、ー、とこの五つをまずえざっと説明していきたいと思います。まずえっと基本的にはまあこの定義からスタートするということになりますが、A っていう行列が Aij で A11 から A1n、a 点点点ってきて An1 から Ann までまあこういう n 掛け n 行列があると。その時にえー A の絶対値っていうのはあ、まあ、デターミナントの A というふう、まあ、にも書きますが、えー、と痴すべ、えー、ての痴間に対しての、えー、足し算をすることの、えー、と痴間を持っているパリティですね、えー、空気のどちらかによってプラス1マイナス1が決まるものそれからえっ、ー、とー 各行,でえー、各行で足し算していくわけなんですけども掛け算していくわけなんですけども掛、えー、け算する要素としたらシグマ i この置間によって、えー、と列の番号が決まると。i に対して、えー、とどこの列を、えー、選ぶかはこのシグマで決まっていくと。そういうような掛け算足し算の形でええー 行列,が行列式が定義されているということになります。まずその時に点値っていう点値とか行列の、えー、対称性というか行で言えることを列でも言えるということを見るためにはどうしたらいいかということをまず考えていきますがこれはまあ先ほど書いた、えー、と行列式の定義そのままですね。で、えー、と これを少しいじるんですけどももしこの a の i のシグマ i というここのシグマ i の部分を j だと思って j に対する掛け算だと思ってやっていくそうするとこの i の部分はどういうふうに掛けるかっていうとシグマを採用させて j に来たっていうことは えっと、シグマの逆値間をやってあげるとえっ、ー、と i に戻ってくるってわけですね。で、えー、それを少し、えー、頭に入れてお,お,お一つはま頭に入れておくということです。それからあここの、えー、と値間も。 あ痴漢のシグマの置換のパリティもこのシグマの、えー、マイナス1シグマの、えー、逆置換を考えたときにはどうなるかっていうとまあこれここの部分も、えー、とシグマの逆置換で書きたいんですけども実はシグマとシグマの、えー、マイナス1乗っていうのはあ空気が一致しますどうしてかっていうと高等値観 i っていうのはシグマと シグマのマイナス1乗のまあ掛け算になるわけですけども、もしまあ当然このえっ、ー、と高等値間のパリティは偶奇間になるわけですね。それに対してえっ、ー、ともしえっ、ー、とシグマが偶奇間だったらもうこっちも偶えー、逆値間も偶になるしか偶、えー、偶奇間になるしかないと。 でもしシグマが基地間だったらこっちも、えー、基地間になるしかない要するにえー、っとこっちが偶地間になろうと思ったら五感が偶数個でできるものになっているのでシグマはあもしえー、っと五感が偶数個だったらこっちも、えー、偶数個の五感でかけないといけない、えー偶数個えー、奇数個の五感でできているんだったらこっちも奇数個の五感でできてないと えー、合わせて、えー、と偶数回の時、えー、間に五感、えー、にはならないという、まあ、そういうところから、えー、とこの、えー、シグマのパリティはあシグマのマイナス1乗のパリティと一緒になるということになります。それから最後にシグマでずっと足し算していくっていうことは、えーとまあ、もしこの時間が τ ウ1から τ ウ m まで このシグマの中に代入しながら m 個 m 回この足し算を行っていくっていうことをやるわけですけども別にこのシグマがこの τ1 τ2 τ3 っていうふうに足していかなくってもこの足し算の結果っていうのはシグマのマイナス1乗の中に τ1 τ2 τ3 って入れて計算していってもまあ計算結果は変わらないはずです結局同じものが出てくるはずですなので えっと、シグマの代わりにシグマのマイナス1乗ここのサイン、えー、シグマの代わりに、えー、サインシグマのマイナス1乗そしてここを J に変えてあげて、えー、とシグママイナス1乗の J の J というふうに書くことができます。でこう書き換えてあげるともうシグマのマイナス1乗っていうのはもうただの記号にしか過ぎないわけですよね。 えとシグマとの関係とかが出てこないシグママのイナス1乗しか出てきてないわけだからもうここマイナス1乗ってつけておく意味がなくて全部こうシグマに置き換えてもらったらいいと。で、えー、とこ,れをこの式を見てもらって、えー、先ほどの定義式とこの式が先ほどのこの定義式とどこが違うかっていうと唯一 違うのはあこれがもともとは行で掛、えー、け算が走っていたのが今度は列で掛け算が走るそれに対して、えー、と痴漢で、えー、と行の番号が決まってくると,こっ,ちが行ごとのこっちが行ごとに計算していくタイプだったのがこっちは列ごとにこう計算していくタイプになります。 なので、まあ、あの同じことになると行ごとにやるのも列ごとにやるのも結局は行列式としては同じ値を返してくるということがここで、まあ、あ見えてくると、まあ、こういうことからあ行で言えてることは列でも言えるということがわ、えー、かるわけですでさらに置換っていうふうなものを考えます行列の置換はどういうものだったかというと例えば B, の B 行列を Bij とするとこれがもし えー、A の点値行列ともし B が A の点値行列だったらこの B の ABIJ という成分は A の AJI、えー、と AJ I っいう成分になる要するに、えーと行,えー、行列の位置がこっちでは列行の位置となるわけですね I, I 番目 J 番目の成分というのは J 番目 I 番目の成分になるすなわちえっ、ー、と この A のシグマ JJ っていうのは、えー、B 行列の中でいうと B の I のシグマ J っていうものになってでこの形を見てるとこれは B 行列の定義そのものになると B 行列の行列式そのものになるとすなわち A の点値行列の行列式になると要するに A は、まあ、行と列入れ替えても同じことだっていうことを え言っちゃったのでここから先は自明だとなるんですけども A の行列式というのは結果としてえと A の点値行列の行列式と同じものになりますということが出てきます。これが一つ目の性質になります。で,で大事なこととしては行で成立していることは列でも成立するっていうことがわかります。次に交代性 交換する行と列と列を交換するっていうことをやります。まあこういうふうにえっ、ー、と n かけ n の行列ちょっと横長になってますが正方行列です。n かけ n の行列があったときに、えっ、ー、とこの k 番目と l 番目のえっ、ー、と k 番目と l 番目の列に注目をします。 そして、えっと、新たに作る B 行列ではあここの L 番目の、えー、L 番目をこっちに持ってきて K 番目をこっちに持ってくるというふうなあ操作をしてつまり、えっと、こことここで入れ替えるということをやります。ちょっと見にくいですね えっとこことここで入れ替えをするっていう操作を B 行列でやるっていうことにします。でこれをちょっと数学的に、えー、とかっこよく書くとどうなるかっていうと,、えー、とこの B 行列の成分 Bij っていうのはこの Aij の、えー、何に対応するかっていうとも、えー、ともと J のあ J の場所 A, A 行列の J での場所を B での え場所に移す痴漢をタウってしておくとこれは何になるかというと k と l をひっくり返していることで他のところは触らないっていうえ五感まあ痴漢の一つですねタウっていうふうなものを使うと,えと表現できて a の i のタウ j とこのえと j の場所っていうのはえー A の中でのタウ j に対応するところになっているというふうに表現しておきます。で、えっ、ー、とこれがこういうふうに数学的に書けるということが納得できると、えっ、ー、と B のえっ、ーえー、と行列式はあシグマの、えー、サインシグマのえっ、ー、と π の i のえっ、ー、と B の i のシグマ i という,う、まあこれは普通の定義式。 になるわけけですけどもこれをできるだけ a の ij で書いていくっていうことをこれからやっていきます。そうするにはまあここまでは一緒ですね。で、えー、と変えるところっていうのは ai のシグマ i のところが、えー、と a のシグマ i になった値をさらにウで、えー、と k 番目と l 番目もし k 番目と l 番目だったらひっくり返す。で他のものだったらまあそのままにしておくっていうこのウっていう値観で。 えー、列の場所を調節,調節しておくということをやります。で、えー、とここのタウシグマっていうのに、えー、といろんなところを合わせていきたいわけですけども、えー、ともし、まあ、あとウシグマが出てシグマが出てくるのはここですねここを、えー、とサインのタウシグマっていうふうにしたいわけですね。 でタウ・シグマっていうふうな値てはどういうものになるかっていうとシグマが偶値間だったら基値間になるしシグマが基値間だったらあ偶値間になるなぜならタウは1個の五感なので、えー、と偶数奇数に1個ずつ足すと,、えー、と偶数は奇数になるし奇数は偶数になるなので、えー、とタウ・シグマと、えー、シグマのパリティは えひっくり返るわけです。だからサインシグマっていうのはええー、とマイナス1倍のサインのタウ、えー、シグマというものになります。でここの最後にここの足し算なんですがシグマの中にいろんなあ値間を代入していってもこのタウシグマっていうものの中にいろんなあ値間を代入していって足し算していっても結局足し算した一個一個はまあ値は違うんですけども。 え全部足した結果え有限このえと置換のパターンを全部ここに足し込むんであればえとシグマで足し算してもタウシグマで足し算してもえ変わらないわけですね。でそれを今シグマダッシュっていうふうにタウシグマを今シグマダッシュっていうふうに書くというふうに置いておくと,えとこの B 行列っていうのはどうなるかっていうとサインのえとシグマダッシュに えーとマイナス1を、まあ、ちょっとこう外に出して書いておきますそして π、えー、の i の、えー、とシグマ i の、えー、i シグマダッシュですねで i でこれは何になるかというとここ,の定義ここの式の形っていうのは、えー、と A 行列の行列式そのものなのでイコールマイナスの、えー、と A の行列式になります つまり、えー、と行列もしくは行があ入れ替えると列同士を入れ替えるもしくは行同士を入れ替えると、えー、符号がマイナス1につきますよと。で、これはあ交代性っていう言葉で、えー、言います、まあ交。交代性っていう言葉で言いますが、えー、この式からもし えとある列が同じであるもしくはある行が同じであるとその行列式はゼロになるっていう非常にシンプルなルールーが導けますなぜならあ、えー、とどういうことかっていうと、えー、入れ替えると反対マ,イナス不マイナス符号がつくはずなのに、えー、とここに同じものが並んでてたら、まあ、入れ替えても同じ行列が出てくるので行列式としたら同じわけですね。 えと同じ値でかつ符号が、えー、逆っていうのはまあそういう組み合わせができるのはゼロしかないですので、えー、と交代性から、まあ、これは自明なあ関係式、えー、自明な式になるっていうことが、まあ、出てくるという、まあ、ただ交代性が分かっているとただまあそれだけのことで、えー、自明として納得いくところになるかと思いますで次に、えー、3番目足し算を考えます でちょっと特殊な足し算って言いましたけどどういう足し算かっていうと,、えー、とこの、えー、a11 から a1nan1 から ann まで n×n 行の行列が並んでいる、まあ、それの行列式を考えるんですけども、えー、とこの k 行面に関してだけは ak1 AK AK たす bk1 bk1 っていうふうに、で、の akn+bkn っていうふうに、えー、とっうう、えー、と、まあ、足し算の形で書かれているようなものが、軽量目に現れていたと。これはどういうふうに展開できますかという、えー、話です。で、えっ、ー、と、まあ、これも、まあ、そのまま定義通りに書き下してあげると、 えとシグマのサインの、えー、とサインシグマの a1 シグマ1から点点点で、えー、と k 番目だけ ak のシグマ k プラス bk のシグマ k で,で点,点点で a の n シグマ n っていうところまでこう、えー、定義で持ってくることができます。で、えー、一つ一つの掛け算っていうのは、まあ、ここに一個しか足し算がないのでこの足し算を分けて書くと えとイコールシグマのサインのシグマの a 一シグマ一から点点点でエーの K のシグマ K の点点点のエーのシグマエーっていうのとプラスシグシグマで足し算することのサインのシグマのエー一シグマ一から点点点とビー系シグマ系点点点のエ AN シグマ N っていうふうにこういうふうに分けて書くと。でそれぞれはまたあの 行列式の計算そのまんまになっていますのでどういうことになるかというと,まあい、えー、と2つのこう行がある行がこういう足し算になっていたら A11 から A1nAK1 から Akn それから AN1 から ANN までの こういう行列式と A11 から A1n まあここだけですねえとここに対応するものが BK1...BKN でまた A に戻って AN1...ANN っていうふうなまあこういう2つの行列式の足し算に分解できるとまあこういうえと分解の法則 があ出てくるこういうふうに行列式を分解して計算できるという法則が、まあ、導けるというのが3番目です。で、えー、と4番目ですけども、えー、これもあ似たようなあれですね。この、えー、行だけ、えー、とラムダ倍この行だけ、えー、とラムダ倍 するるというよううよな操作があししましょうそうすると,、えー、とこの行列式は定義からあシグマの足し算するシグマで足し算することの、えー、とサインシグマの a1 シグマ1からあ k 番目のとこだけラムダ a の、えー、k シグマ k で点々点,点でまた、えー、n のシグマ n まで掛、えー、け算すると。 で全部これ実数のまあ掛け算普通の数の掛け算なのでこのラムダは先頭に持っていくことができますでしかもこのラムダはこのシグマによらないのでこのシグマの外に持っていくことができますしたがってこの足し算の中を見てあげると普通のえ行列のえと定義式に戻っているので、えー、このある行がラムダ倍されているっていうものは えこのラムダをかけることのえここが掛け算される前の行列式 A11 から A1n この形行名は AK1 から点々での Akn まああとこうですねえっとラムダがラムダ倍されていないまあこの行列式ですねこういうものでえかけるということが分かりましたとでえっとまあ列に対しても同じことが成立するというのはまあ一1 での括弧一の性質の帰結から、えー、言えることになります。最後にえっ、ー、とブロックの非対角非対角ブロックがゼロになると、えっ、ー、と今こういうふうに n 掛け n 行列 n 掛け n 行列の行列式があったとして、えっ、ー、と前の経過 後ろの N でその時にえー、とこのここのここの非対角ブロックにあたるところですねえっ、ー、とまあ I は i i i は k より小さいんだけども j は k+1 よりも大きいそういうところに対応するような成分が全部0だったらどういうことになるかということを考えます。で、えっ、ー、と、ここももしここの、えー 部分もゼロだったらこれはブロック対角化っていうふうな状態になってここに行列,行列小さい行列が1個とここに小さい行列が1個2つの正方行列がこう斜めにあるっていうような状況になるんですけどもまああのここのえっとここがゼロであるっていうふうな条件はあの今回の証明には必要なくて。 ここには0じゃない数字が入っててもよくてまあここはまあ今のところ何でもいいものになりますなのでまああんまり気にしないと大事なのはここの片方の非対角ブロックのところが全部要素が0になってしまうというところがポイントになりますでこの行列式 A という行列式はどうなるかというとまずは 定義通り書き下すとシグマで足し算することのサインシグマの i イコール1から k まで足し算するまあここのことここに対応するものですねここの小行列に対応するところとして i イコール1から k まで掛け算するとそれから次は i の k たす1から n まで掛け算するというふうな部分にまあちょっと 分けてて、えー、書いておきますで、えー、これがあー、えー、とい全ての時、えー、間のパターンに対してこのシグマの足し算をしていくわけですけども、えー、ともう最初からやっても仕方のない、えー、項が計算しても仕方のない項があります。絶対に ゼロにななってしままううような項がありますんでそれは足し込んでも結局値は変わらないのでもうまあ足さなくても最初から足さなくてもいいやっていうことになるわけなんですけどもそれはどういう項どういう置換があると0になってしまうかっていうとえっと痴漢の中でえこの I 番目のブロックと あこの一つ目のブロック、えー、と K, K よりも小さい数と K+1 よ,よりも大きい数を混ぜるような時間、えー、があると必ず0になってしまいます。で 例えばどういうものがあるかっていうと例えば a 1シグマ1っていうのがこのシグマがあまあシグマ1の結果が a のあ i g m a 1の結果が2とか3とか k よりも小さい数だったら、えー、とここの数をかけるっていうところからスタートするわけなのでノンゼロになるわけなんですけどももし えとこのシグマ1の結果が K+2 とかっていって、えー、とこの辺、えー、K+1 の値を超えてこの辺の要素を掛け算するっていうふうなものであるとこれはあ今、えー、この行列の性質上0になってしまうわけですね。なので、えー、と絶対に0になってしまう要するにか足し込んでいっても仕方のない 項を作り出しているのはどういう置換に由来するかというとこの置換の中にえここの成分とこえとこ,この行列とここの列を入れ替えるえこの k より小さいとこの列とえ k たす1より大きいとこの列を入れ替えるっていうこの2つのブロックあこの二つのえ領域のえ列を入れ替えるとを入れ替えるっていうことをやると えー、それはゼロ要素に従ってしまうとしたがって、えー、とこのシグマっていう足して意味のあるシグマはどういうものかっていうと1から k までの、えー、中で置換するものと k+1 たすから n までの中で置換をするもの各ブロックの中で置換をするものしか、えー、生き残ってこないとそれぞれのブロックの中で、えー、置換するものしか生き残ってこないということに なりますで今、まあ、こっち側のブロックをえ P ブロックこっち側のブロックをえ Q ブロックという風に置いておきますだから、えっと、ここをシグマ P ここをシグマ Q という風に置くことにしましょうここの最初の稽古の時間をシグマ P 後ろの、えー、K たす1から N までの時間をシグマ Q というにうに書くように、えー、しましょう。 そうすると、えー、シグマはあ、まあ、シグマ P とシグマ Q の、えー、と積になるわけですけども、A の、えー、行列式は、あシグマの、えー、P とシグマ Q の、えーかけえー、と和になって、えーと、サインのシグマ P、シグマ Q ですね。そして、掛、えー、け算するときも、i が1から k までの AI、シグマ P、i シグマ PI というのと I、えー、が K たす1から N までの AI の、えー、とシグマ Q ちょっと見にくいですけどこれシグマ Q って書いてますここシグマ QI って書いていますまあこういうことで、えー、とそれぞれの、えー、ブロックの中 P ブロックと Q ブロックそれぞれの中での値、えー、間に、えー、置き換えているわけです でこれを少し整理してあげると、っこのシグマ P のサインシグマ P の、えー、っと i から1までの ai のシグマ Pi というもの。まあ、ここ何になるかというと、えー、こういうふうに P 行列と Q 行列というふうにこう置いてあげると、この P という行列の、えー、行列式、P という小さい行列の行列式になります。で、後ろはどうなるかというと、シグマ Q の足し算の。 えー、サイン・シグマ・ Q の掛、えー、け算することの AI ・えー、シグマ・ QI というのを、えーえー、こう足していくことになります。これはこの下側の Q っていう小さい行列の行列式になります。つまり、えー、とここに、えー、ここの非対角要素が全てゼロになるようなそういう性質があると A a の行列式はこの中に含まれている対角ブロックの P 行列と Q 行列のそれぞれの行列式の積っていうものになる,なるっていうことがこれで示したことになります。えつまりまあ0要素がもっとざっくり言ってしまうと0要素がたくさんあると,、えー、と大きな例えば 4×4 の行列だとしても えー、ここの 2×2 行列のところが0だとするとここの 2×2 行列とここの 2×2 行列の、えー、行列式の掛け算になって、まあ、非常に 4×4 行列でも簡単に計算することができる場合になりますよということになります。例えば、えー、1200340043217654、えーえー、って、まあ、すごく適当にまあこういう。 えー、行列式書いたわけですけどこれを定義式通りにやっていこうと思うと 4P4、えー、で24個の時間があるんですかね24個の時間全部考えていくとすごくめんどくさいことになりますが、えー、この性質を使って、えー、と行,、えー、行列式を小さくしてから計算するとこの1,2,3,4の部分と2,1,5,4のこの部分の 行列式を取り出し行列を取り出してそれぞれの行列式を計算して掛け算すればいいだけっていうことになります。なのでえとこちらの 2×2 行列からは 4×6 でマイナス2ですね。こちらの行列式からは西が 8×5 で3ですかね。だから計算するとマイナス6っていうふうにまあサクッと答えが 4×4 のものすごく大きな行列式でまあ ここに0じゃない数字が入っていると、まあ、計算するのもすごく嫌なんですけども、えー、とこの性質を使うとこういうふうにサクッと計算できるというものになります。えー、以上がまあ基本的な行列式の5つの性質になります。今回は以上になります。